生きづくり生きづくりとは、魚やエビを生かしたままでさばき刺身に作ったもの。また、単に新鮮な刺身のことも呼ぶ。かつては、製作、生作り、活作、活動いずれの漢字の組み合わせもあったので、今でも生きづくり、生きづくりなどとも書かれるが、古くは、読みは、生きづくりであり、生きづくりではなかった。現在では、生きづくり、生きづくりどちらも使われ、 生きづくりとも生けづくりともいう。イカの生きづくり。注文を受けると生けすからすくって調理される。身は透明。まず客が食べたいものを注文した後、生けすから釣り上げる。生けしめはやらずに、手早く下ろす。暴れると、うまみ成分が減るため、包丁の背で魚の頭を叩き、失神状態にした後、目を布巾などで覆って暴れないようにする。鱗は取らない。 そうした後、内臓を傷つけないように気をつけながら包丁を入れる。一口大に切ってから、レモンや生姜、海苔などの海藻を添えて、完成となる。メディアを再生する魚の生きづくり地域や、民族の文化的な観点から見た場合、この料理法に対する社会規範は様々である。一例として、古くから、この調理法が行われている日本では、 社会的に虐待性を認識されることはほとんどない。一方、ユダヤ教やイスラム教では生きたままの動物を食べることは禁忌とされる。また、食文化や動物愛護に関する考え方の違いから、オーストラリアでは食材を生きたまま料理する様子を公衆に見せることは処罰の対象となっている。公事園第五半厳密には、漢字の辞儀からは、生と活では、 意味が異なる。作りに関しては、作の字が妥当で、作りの字は、不適切である。厳密には、池と池では、意味が異なる。ジャパニーズカルチュラルフードヒストリアンヒデオデクラ料理研究家で、クラヒデオさん p に英語ダウンマイナスウェイバックマシン。ありがとうございます。